5月の課題は、パリのセーヌ川ですね。正面橋の向こう側がシテ島で、真ん中あたりがノートルダムが2つポコポコとで立ち上がっています。まあ現場はですね、春先5月4月かななんですが、朝の、まあ、8時とかそのぐらいだと思います。まあかなり太陽の位置が低いので、まあこんな風な見え方になっているわけです。で、写真はまあどっちかというと黄色系ですかね。で、黄色がちの仕上がりなんですが、まあ今回の絵はもう皆さんが好きなような方向で色のまとめ方をしていただければよろしいかと思います。私はまあ、若干紫系に振った絵を描いています。まあ、この辺りは好みの範囲で全然問題ないかと思います。まあ、一つ一つ、まあ、これよく見ても分かりませんので、この橋以外はもうラインだけ入れればそれで十分かと思います。まあ、橋が中央あたり若干高くなって、両サイドに左右に対して降りてくる感じですかね。あんまり気にしなくていいです。まっすぐでもいいです。まずは水引いて、水引いたところからじゃないと辛いですね。で、これ抜けた毛が取れないんですけど、これ後で見てれば分かりますけど、ガシガシ爪で引っかいてますとある種の粗めも痛むんですね。で、ここだけヘンチクリンな塗りになってしまいました。私も反省しています。で、仕方なく後で鳥を描いてますけど、で、これ抜けた毛をそのままにしといて乾いてから取った方がまあいいんですけど、結構強い絵の具を流すとですね、そこの毛の部分だけ色がつかないんで、また白く抜けたりすることもあります。まあ、抜けない筆を選んだ方がいいかと思います。まずは黄色系統ですね。で、左上、ここは太陽を感じる塗りというか塗らないことですかね。それが大事ですね。髪の白をしっかりここに塗れてても、じわじわ、色が入り込んでいきますけども、ここは髪の白をしっかり残す、塗れてる時の筆の置き方は大事です。で、黄色の次は赤を入れてちょっとオレンジ系統ですね。まあ、ここの一番最初の15分20分ぐらいは動画もはしょってないんで、まあ、ここはしょっちゃうと分かりにくいかなと思ったんで、基本的にはしょるのはやめたんですけど、まあ、こうやって見てもブロック、これ36センチの26センチっていうある種の5っていう大きさなんですけど、これでも分かるようにこんだけびちゃびちゃにすると歪んでますね。真ん中あたりが山と谷ができてますね。で、まあこれだけ濡れてるうちにうっすら雲を描いています。
まあ、今回は、まあ、空、それからセーヌ川、背景の建物群、それからセーヌ川と建物の間を仕切る緑ですね。これも、左から右に向かって基本的にはもう濡れてる時のつなぎオンリーです。なのでしっかり筆を持って書き始める前にこうしようああしようをある程度頭に入れてから筆を動かすといいですね。途中で止まるとそこに乾いて跡がついてしまいますんで、まあ、くれぐれも気をつけてほしいです。それから色もまあ、僕そんなにパレットでそんなにたくさん溶いてないんですけど、まあ、私の場合は考える前にこう手を動いてパレットの調整、色の調整をしてしまいますので時間があんまりかけないんですよね。なので途中で色がなくなってもそこで時間があんまりかからないんで乾かない状況がずっと続くわけです。で皆さん少ない絵の具で無理に引き伸ばしていったりすると、まあ、絵はいい方向にはいかない。それから絵の具を作るのに時間がかかる方はもうある程度そうですね、まあ、小皿に絵の具を作っておくことをお勧めします。まあ結構なブルーなんですけど、もう置いた瞬間にこの直前に塗った赤と、混ざってしまいますね。で混ざった色がこんな色になるわけです。別にこのブルーを紙の上で出したいわけではないんですよ。でまだこう光ってるんで、濡れてることはお分かりになるかと思うんですけど、まあ、この状態で、雲を入れていきます。まあ、ちょっと下に流した方がいいかなと思って今画面を少し傾けています。これもさっきのブルーと一緒なんですけど、パレットは結構な結構っていうか、まあグレーでも寒色系青みを感じる色になってるんですが、下が濡れてて黄色がまだ濡れてるわけですね。でこの上にかけるんでこんな風に青が少しまたさらにグレーになるわけです。ですからパレットで色を見ることも大事なんですけど、濡れてる時の場合は重ねて紙の上でどんな色になるかの予測が必要です。濡れてるんで、今ちょこっと真ん中に2ミリぐらい白いところ残してますけども、まあ、こんな風に潰れる限界ぐらいの、残し方が大事ですね。今ロイヤルブルーですね、上にちょこっと入れたのは。
この状態で乾いてくれればいいんですけどね、これやっぱり乾くと浅くなるんですよ。まあ僕のある種の粗めの場合は特にそうです。なので、濡れてる時のつなぎに関しては基本僕は強めを意識します。空のこの中間部分というか、雲を入れる時の一番大事なことは、最初に塗った黄色い光がありますね。これを完全に潰さないことです。残すことです。ただし濡れてるんで、筆を置いた絵の具は広がっていきます。ですからその広がりを読んで黄色を残す。そこをとても難しい部分なんですが、まあ、できれば失敗した紙の裏で練習をして、そこからいつのタイミングで筆を入れていいかを練習してからかかってくれると嬉しいですね。今一番最初に筆の毛が取れたところがこうやって黒くなってますね。僕が、爪で引っかいたんで、その分こうやって跡がついちゃうんですね。これはですね、この前にやった絵で、色の明暗が気に入らなくてぼかしを入れようとして、筆で洗ったらああなった。まあ失敗です。ただの失敗です。ああいうふうにならないようにしていただければと思います。もう年中失敗しますから、私もだいたい個展に出す、仕上がった絵よりも、捨てる紙ゴミの日に捨てる絵の方が僕は多いです。乾かして背景に行きます。このぐらい乾いちゃうと浅くなります。まあ、写真見ながらこの辺りそう忠実に描く必要はないですね。もう、まあ、手の動き次第でこう形を取っていっていいと思いますけど、まあこういうこの手の、シルエットで見える背景を描く場合に、トップの部分ですね、これ空と、建物との間をやや強め、下は下というか空にぶつからないところは少しぼかし加減がなんか空気を感じていいかなと思います。なので、コツとしてはですね、少し甘めの色で、形を取る。で、濡れてる時に、空との境をに差し色をする。そんな感じですかね。そうするとこんな風になります。濡れてる時が大事です。このノートルダム寺院が2つポコポコとあるっていうやつですね。
で私はもうこれ、もう多分この筆、今持ってる筆が線描筆なんですけど、もうこれでほとんどですかね。で見ていただいて分かるように、先端に対して、筆でこう描きたい形、細い線が引きたいのか大きい目を塗りたいのかでくるくるこう回してるの分かるでしょうか。でまあ線描筆の場合は先端がこう常に揃う筆を使ってますので、まあ、自在に結構できるんですよね。まあ、一番近景のドームですね。これもちょっとここまで来て分かるかと思うんですけど、ここに書くもの全てなんですけど、右側は近景ですよね。空も、建物も緑も、セーヌ川もですね。だから左に行くに従って遠くに距離感が出てくるわけです。なので、全てに右は強め、左甘めですね。これを常に意識してください。まあ、僕も苦手なんですけど、この手のドームの場合は右と左が線対称にならないといけないんで、どっちか片方を決めたらそこの形を見ながら反対側を決めるといいですね。ちょっとうるさいですね。まあ今描いてるあたりも写真見ても分かんないですよね。まあ分かる必要ないと僕は思うんですけどね。なんかあるというふうに感じたら何かあるように書けばいいんです。だから分かんないから書けないじゃなくて、感じさせる書き方ができれば僕はいいと思っています。説明する必要はないです。見る方が勝手にいろんなことを想像してくれればいいんだというふうに、ここ数年そんなふうに開き直って考えています。で今度は、この橋と建物との間の、緑ですね。基本的にはもうこのセーヌ川の縁はずっと街路樹が植わってる感じですかね。今描いてるのはちょっと建物ですね。これすいません。もうほとんどこの筆一本ですね僕は。でこの筆よく何ですかって聞かれるんだけど、東京の御徒町にあたりにある、金華堂鐘の花って書くんですけど、金華堂の線描筆の特大なんですけど、作用ってやつですね。でこれ5000円ぐらいする筆なんですけど、4年ぐらい前まではまともないい筆作ってくれてたんですが、途中から筆の形が変わっちゃってもうダメですね今。
とても使いづらい筆になっちゃったんで、他の筆を僕は使っていますけど、まだ私はたんまり買っといたんで、少し残りがあるという感じですけど。今塗ってるあたりのこの街路樹緑もですね、緑色をどれだけ使わなくて緑に感じさせるかとかっていうことを考えるといいと思います。ですから極端に言えば茶色でもいいし、ブルーでもいいし、ただし極力サイドは落とし加減でやっていただきたいですね。でセーヌ川の上に走ってる車、これはトップの部分と前の部分をちょこっと残してあげればいいんじゃないですか。これだけで車に見えます。実際もそうしか見えてないです。でベタっと塗らないで、今やってるようになんかわけのわかんないちょこっとした残しを入れてあげることです。ここも背景の建物を塗り下ろしてるんで、かすかに色はついてるわけですね。真っ白ではありません。まだ濡れてる感じですね。こんな風に左に比べて徐々に、明度を落としていきます。落としていく、暗くしていくという意味です。ついでながら色味も、左に比べたら右側は緑をちょっと感じていいと思いますね。サイドを上げるというとまた語弊がありますが、色を感じさせても、今やってるあたりから右端までは、そんなんでいいと思います。今回のやつはとりわけマスキング使うとかっていう風なところはないかなと思うんですけどね。車も直線的な抜きなんで、使う必要はないでしょうね。でちょっとモコモコっとさせたいんで、お水を今スパッタリングしてますが、これちょっとやりすぎたかなという感じですね。もうちょっとと乾いてから小さめに水のスパッタリングをした方が良かったと反省してます。建物の書き込みも真ん中から右あたりですか、ちょこっとなんか丸い感じとか出っ張りだ引っ込みだなんかあるのかなとかっていう程度でいいかと思いますけど、ここら辺りの色は赤ロイヤルブルーとかで混ぜて、基本的には紫っぽい色ですかね。で今取り替えてますけど、これ一番最初に筆の毛が落ちて爪で引っかいちゃった部分です。これで
まあ、おおむねわからないと。トラックがよく見えてるんですけど、トップの部分とそれから前面の部分は紙の白が本当にまあ1ミリぐらいかな、残っていいと思いますけど。で、写真見てもらうと分かると思うんですけど、目細めてみるとトラックの光受けてない面結構暗いんですよね。なので、あんまりトラックだ、シルバーだ、白いとかっていう風には書かない方がいいです。トラックが大事なわけでも何でもないです。橋の上に何かあると、この向こう側のこの緑との間のまた空間が出るじゃないですか。まあそういう意味でないよりはあった方がいいと、その程度ですね。もっと、緑をちょっと強めにしたいのと、僕がはたいた水のスパッタリングがちょっと明るすぎちゃってでかすぎるんで、それもちょっとついでに殺したいなとかっていう思いで触ってます。まあ、ここの森というか街路樹の、暗さは向こう側にあるドームだったりノートルダムだったり の建物のシルエットに比べたら暗いということです。まあ、それはそういう制限がついてますね。また僕が暗いっていうと思いっきり暗くする方いるんですけど、思いっきりではないんですよ。もう微妙に暗いというふうに思っていただけると嬉しいです。このぐらいまで来ると、一番最初に塗った雲をですね、空の雲は結構強い色を置いたのに、いかにも明るめというのがよくわかるかと思います。今混ぜてるのはプルッシャーに赤、ロイヤルブルーも今入れましたね。まあ、暗い色を作るっていうと、これも何回も言ってますが、僕の暗い色って、ロイヤルブルー、プルシャン、それからカデミウムレッド、ディープ、キナクリドンレッド、からシャドウグリーンのこの5色ぐらいしかないんですよ。なので、暗い色を作るとき僕は、この辺を混ぜて使っています。ただ混ぜて出来上がった色が、暖色系の赤
勝ってる色なのか、ブルーが勝ってる色なのか、グリーンが勝ってる色なのか、それは結構大事なことで、暗ければ何でもいいということではないです。だからどういう色にしたいかは皆さんが自分で決めないといけないです。まあ、濡れてる時にこんな風に繋いでいただければ結構塗りムラっていうのはなくなるんですけどね。今最初に塗ってるのは端の軒裏が見えてるわけですね。だこれも一緒に形取ったら塗ってしまって、そこだけまたさらに強くしてあげれば、形は出てくるかなというふうに思います。それからブルー系で入っていったんですけど、少し赤を、差し色として使っています。もう好みで全然構わないです。今描いてるこの橋の下側のアーチのラインとかやっぱ結構大事なんで、まあデッサンするときはしっかりやってほしいですね。でこういう塗り方するときに結構囲い塗りをする方がやっぱとても多いんですよね、教室で皆さんのを見てても。で囲い塗りするとそこが乾いてしまって輪郭を取ったような塗り方になるんで、とにかく線を引くのはいいんですけど、はみ出ないように線を引く、まあそれはそれでいいです。ただそこが濡れてるうちに、真ん中に色を持っていけばいいんですよね。そうしてあげれば囲ったようには見えないです。今塗ってる桁の部分は向こうからの光を若干こう受けるわけですね。直接の光というよりは川に反射して、その反射光で明るいのかもしれません。このぐらい濡れてて、まあここ暗いとこなんですけど、形は出そうと思って上の三角形の部分までやってもこれしょうがないです。出やしませんから。みんな色が流れちゃうんで。ただまあここら辺は暗いというつもりでちょっと置いただけです。で船ですね。船も今描いてる面は光を若干受けるわけですね。なので明るめ。まあ日本の屋形船と違って三角形の切り妻の屋根は乗っかってないんですけど、まあ形は似たようなもんでしょう。屋形船だけじゃなくで人が乗る船だけじゃなくて、こう物を運搬する船もなんかここら辺結構止まってるんですよ。なのでまあ狙いとしては箱でトップが光ってると、トップは光を間違いなく受けてるんで明るいで、光を受ける側面は、そこよりは暗いで、光を受けてない面、後ろ側ですね、こっち向いてる面ですね、そこはもっと暗い、その3つを出してあげたらいいんじゃないですか。
共和音ですね、これ。光を受ける、若干受ける面があるだろうということで、今リフトですね。この緑の筆はナイロン筆で、結構固めでゴシゴシやるのに、もう僕が絵描きになってからずっと使ってますね。だからこれもうこの筆10年ぐらい使ってるんじゃないですかね。まあ、これもあんまり力入れるとそこがスポーンと抜けて、明るい色は抜けにくいんですけど、暗い、このぐらい暗い色はすぐ抜けちゃいますんで、また仕事を増やすことになります。修正しなきゃいけなくなって。だから、まあ、ほどほどにリフトしてください。リフトする方は、パレット見ても分かるように、最初に塗った色よりはちょっと緑を感じる色を塗ってますね。これシャドーグリーンに黄色系の色が入ってるんだと思います。ネタの写真見て分かるようにですね、端が背景の緑や建物に比べたらやっぱり暗いんですね、これ。なので、とりわけ左側がそうですね。左側は遠近感があるんで、遠景をやや明るめに描いてるんで、どうしても、端の方が強く見える。まあそれは自然なことですね。でこのぐらいの色でいいだろうということで、割と私も強めに入ったんですけど、やっぱダメでしたね。でまた塗ってます。暗くするために塗ってます。ちょっと赤強すぎたかということで、今ロイヤルブルー入れて伸ばしてますね。で色間違えた時にこういうところをティッシュで取ったりしない方がいいですよ。そのまま自分が持ってきたい方向の色を濡れてる時に重ねた方がいいです。ティッシュで取るとまたさらに仕事増えるだけです。それも難しい直しになりますよね。まあ、写真からは分かんないんですけど、この桁の部分は向こうからの光で影も出るだろうから、まあこんな感じかなという、あんまり写真からは定かでないんですけどね。
今水引いてますけど川に手入れるんで、これも橋と船はしっかり乾かしてそれからやってくださいね。引っ張っちゃうともうすぐ一発で汚くなりますよ。ロイヤルブルーに赤、きなくり丼レッド、紫っぽい色ですね。結局ね、こういう題材の場合は色の方向性をある程度決めたら使う色は何色も使うというよりは決め込んで4色5色くらいでまとめていくと全体の色のトーン色調もこう合ってくるんで割と収めやすいですね。要はいろんな色を使う絵の方がずっと難しいというふうに僕は思っています。まとめ方が難しいですね。そういう意味ではこういう絵は楽です。上に流れるのが嫌なんで橋の下の映り込みだかこれ影ですかね、それを入れたんですけど、下を先に塗ってある程度水気が乾くまで待ったんですけど、それでも上に今ちょっと広がっちゃったんで、それで斜めでこう持っています。ロイヤルブルーときなくり丼レッドですね。で最後にカドミウムレッドを入れてますね。まあ僕絵の具の名前とかあんまり覚えないですけど、僕にとってはですからブルーグレーなんだけどブルーを感じるグレーのつもりです。でさらに言えばブルーを感じるグレーなんだけど紫系だということですね。でブルーが色を、考えた時には、緑系の、ブルーから紫系のブルーしかないですね。2つにしか分かれないです。ですからブルーでいこう、じゃあ緑系でいこうかな、紫系でいこうかな、それを決めればいいだけなんですよね本当は。で色がわからないとかっていう方よくいるんですけど、そんなにね色の幅ってないんですよ。ただ絵の具のその 微調整で若干の変化はもちろんついてきますけど、まあ、今の話のついでで言えば赤オレンジ系と、赤色も同じで、紫を感じる赤、それからオレンジ系の赤、この2つしかないです。若干乾いてるんですかね。若干
干乾いてるけど濡れてもいるという感じですか。微妙なとこですね。船のまあ通った後の波立ってるとこですね。まあ、橋の映り込みに関しては構築物、この桁に近い部分とか、それから、桁自体の映り込み、これ橋自体の映り込みはですね、波立っててないんですね。あんまりないんですよね。でこれやっぱり隙間が大事なんで、こうベタッと潰さないことですね。間に見えてるオレンジ系、黄色系の塗り残しをしっかり意識することですね。で、やっぱ一色じゃつまんないんで、僕紫っぽい色の手前にちょっと青を刺したりしてますね。このセーヌ川ってうちの近所の大川川と比べると10倍は広いかな。で結局広ければどうなるかっていうと、風受けて波立つんですよね。なので映り込みは基本的にはね少ないですね。で大きく映ってるのは空の色が反映してるというのが、まあ、一番自然なのかなというふうに思います。で今ちっちゃい波をこう入れてますけど、こういうの好きな方たくさんいらっしゃって、もうこれでもかってぐらい入れ出すと止まらなくなっちゃう方いっぱいいるんですけど、まあほどほどに、それから乾いてなんかあるなとかっていう程度の見せ方が僕はいいと思います。まあほどほどがいいです、心当たりは。橋の、まあ、なんていうんだ、手すりの部分ですかね、手すりの部分をちょっと強めに、から、橋の裏側ですね、軒の部分を強めに。
この水の移り加減も比較的こう濡れてる時に手を入れてるもんですから、置いた感じ、置いた瞬間の色味がやっぱ時間経つとどうしても甘くなっちゃって、なんだか結構しつこく手入れてますね。こう縦は写真にはあんまり感じないんですけど、まあ、僕としてはちょっとこの橋桁の川への移り込みはやっぱちょこっと感じさせたいなと。これちっちゃい車の部分のトップがほとんどないんですけど、後で引っかいてます。ナイフです。八に三味線ですね。琴も入ってますね。まあ、たまにはいいんじゃないですか。これ、まあ、筆書いててその流れでこんな細い瞑想筆で書いてますけど、やっぱりもうちょっと太い筆で筆数手数少なくバサバサっと書いた方が仕上がった時の塗りは綺麗です。いつも教室で生徒さんに注意するのに、まあ、一生懸命なってるとこういうことよくやるんですね。すいません。車のトップと前の方に1ミリぐらいですか、ナイフで引っかいてます。これ今回はある種なんですけど、まあ5枚に1枚ぐらいウォーターフォードも使うんですけど、ウォーターフォードは引っかきにくいですね。どうしてもこう直線的な、なんていうかハイライトを聞かせたい、こういう形のハイライトを作りたいとかっていう時のナイフの使い方がとても難しいですね。ある種は楽です。
まあ8割9割、まあ9割方仕上がったんで、眺めながら色が足りないな、暗さが足りないなとかっていうチェックですね。ちょっと紫が強いかなという感じがしないでもないですね、見てると。今船のあたりちょこっとオレンジ系塗ってますけど、まあ、こんな風に桁、端の桁で真っ白、それから右側が結構な、オレンジとかっていう風に分かれると、これも空間が、向こう側の空間がうまくつながらないわけですよね。で、端がなければもっと自然なグラデがかかってるはずなんですよ。なもんでちょこっと塗ってます。今言ったこと結構大事で、幹で枝分かれしたりとか、枝分かれっていうか幹で右と左が分かれちゃう、そんな時に、右だけ塗って左側は知らんぷりっていうのはすごく皆さん多いです。で、幹がなければ裏側の色、壁の色だったり空の色、緑の色だったりはつながってるはずなんで、そこで円を切らないようにしてつなげてください。空間をつなげるということですね。すいませんね、画面の左側がちょこっと切れてますけど、中心部分をこんな風にある程度暗さを決めて仕上げていくと、まあ、一番最初に塗った空がもうちょっととこう、明度の落ちた部分、暗い部分はちょっと入れたいなとかでいじってます。これ水引いてますからね。ちょっといじって、いじった時にシャドウグリーン系統の緑が強く出すぎちゃったんで、こんな、なんていうんだろう、茶っぽい色を上からかけてます。ちょっと緑が出すぎたかなとかっていう感じです。
まああと3分ぐらいで終わりです。まあこんな感じですかね。とにかくこうもう空でつまずくとあとやるの嫌になっちゃうと思うんで、くれぐれも1回2回どのタイミングでどのぐらいの暗さを入れたらふわっとできるのかから一番最初に塗った黄色オレンジ系の色が残るのか、そこをしっかり練習してからやっていただけると、気持ちいいセーヌ川ができると思います。できるとかできないがこれほんのちょっとしたタイミングだったり筆につける、絵の具の量だったりで影響するんで難しいというよりはコツをちょっと掴んでいただければそんなに難しくはないかなと思うんですけど、ちょっと上流から下流、向こうが下流なんですね。手前が上流で、波がこう当たるんで今描いてる暗い部分はこう鋭角に三角形にの形になって波を受けられるようになってるんですよね。そんなもんで右側を暗くしています。まああんまり意味はないですけど、ほとんどロイヤルブルー、赤、キナクリドン、シャドウグリーン、そのあたりしか使ってないですよね。ちょっと眠くなる音楽かな、これ。もう終わりです。あと10秒ぐらい。